ぶち入れてます。チンアナゴも縄張り争いをいたしますんでね、負けた方はどっか巣穴を出てどっか行っちゃいますと。すごい顔してます。上から撮ってみよう。同じチンアナゴでもこんだけ柄がよく見ると違いますね。僕はそういう趣味ない。ダメですよ。人間のそういう人間っぽいとダメですよ。どっちも結構立派なチンアナゴたちで、あら、すごい、なかなか稀に見る大喧嘩。稀に見る大喧嘩です。どっちが優勢かな、わかんないけどな。点々が濃い方かな。結構手前の子もかなり怒っているけど、あ、押されてます。あら、勝敗が決まるか。おお、痛いよ。痛い。おお、やり、おお。あんまりそんなに激しくしないでください。優しい世界でやってほしいよ。どっちか早く引っ越して、どっちか早く引っ越して、どっちか早く。これが自然界の摂理と言ったらあれなんですけど、やはりちょっと手前のチンアナゴさんの方が劣勢、ちょっと弱めな感じです。奥のチンアナゴさんの方がちょっと強そうです。した方が体が傷つかなくて済むから、どっちか引っ越して。どっちかが嫌になったら負けを認めたら、すっと家を出てって違うところに引っ越します。にしてもだいぶ長い戦いです。水槽が広いんだから、もうちょっといいところあるよ。喧嘩しないでも。おお、すごい喧嘩してる。会話つくのか。おお、強い。どっちも強い。もうあんまり傷つけないでくれ。Thank you.